まあ、今回僕が企画して、まあ、監督もして撮影編集も一回自分でやってみようっていうのがまあ前提にあって、まあ、その中で曲を聴いて、まあ、何個か案は浮かんだんですけど、まあ、この曲はボーカルのユウスケを歌ってる曲なんで、彼らしさが一番出るビデオにしたいなっていうのがまずあったんで、結構彼のパソコン今借りてるんですけど、なんか写真フォルダーをたまたま見ちゃったんですね。そしたらまあ2013年ぐらいからの彼がまあ細かく記録されてて、まあ、見ちゃいかんな、どうしようかなと思ったんですけど、まあ、一枚一枚正確に見てるんですね。見ようと思ってるんですよ。で、まあ、そうやって彼を知っていく中で、まあ、僕の知らない彼も結構いて、で最終的にアイデアとしてユウスケ走る、それであれに行き着いた。なんだろう、本当に何事にもまっすぐな男だなっていうのは結構ずっと感じて、壁にぶつかっても曲がらずにそのまま穴開くまで走り続けるっていうか、そういうなんかパッションを感じたんで、それがなんか映像に出るといいなと思って、でもうなんか自然に一発撮りっていうのは最初からあって、なんかカットどうこうとかおしゃれに撮るのもまあできないですし、おしゃれに撮ってもなっていうのがあったんで、自然と、まあ、一発撮りでワンカメで撮影しようかなっていうのがありましたね。まあ、撮影方法は秘密なんですけど、あれはね、完全にやらせはないよね。やらせはもちろん一切なので、ぜひ3分ぐらいかな、ぐらい途中で止めずに踏んで切ってほしいなっていうのは思います。何人目、何人目、いやもう長距離走走る時のあの感じある。はいはい。で 1500m 走とかさ、あ 700m ぐらいが一番きつい精神的に。だからもう何も考えない。一発撮りって言ってもあれ、一発撮りを何回も撮っていいテイクってしとるから、本当に、まあ、一歩一歩が疲れ溜まっていく中でしんどくて、それでもうあの細かいこと考えてる余裕がなくて、めっちゃしんどいのにまだ一番いいメロ買え、もうみんなメンバーの鬼に見えた瞬間もあったりして、そんな頑張ったらでも3日間間で合計15、6本やってる。フル3分間ダッシュを15、6本やりました。いいトレーニングになりました。まあ、俺がねちょっとね体力とか別にね、ボーカルってやっぱカリスマじゃないといかんと思うやん。で、持っとる持ってないで言えば持っとらんのかと思う、ね。うん、俺が何回やっても最後人が横切ったりとか車が持ってなさすぎる。で、気がないね。で、暗くなっちゃってまた後日ってので3日目にしてようやく撮れた。持っとれば一発で撮れた。名古屋、岐阜、大阪、3カ所で岐阜と大阪に関しては初めての企画です。仲間のバンドに力を借り、いいメンツが揃ったと思います。キル CD ぜひ3会場で売ってますので、買っていただいて、読み込んでいただいて、周りに広めていただいて、でライブをしっかり楽しんで帰っていただくっていう最高の一
一日を共に過ごせたらと思います。7月2日名古屋アポロベース、7月3日柳瀬岐阜柳瀬アンツ、7月22日大阪ミュウ、お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。